よいしょ。皆さんこんばんは、広瀬優です、今日はここに見えますリスナーさんからいただいたプレゼントなんですが、たくさんありますので、一つずつご紹介させていただきます。まずはじめにこちらです。はい、こちらは、ゆたかさんからいただいたプレゼントです。大好きなゆうちゃん、ギフトをお楽しみくださいと書かれてあります。あともう一つは、撮影のお供に楽しく貯金してください、5年経ったら40周年だからそれまでに行けばいいよね、わら、ということなので、なんだろうはい、同時に開けたいと思います。じゃじゃーん。こちらは、スマートフォンホルダー付きの、なんと自撮り棒をいただきました。めっちゃ嬉しいです。中を開けると、まずは、スティックがついてあって、あとはスマートフォンを挟めるホルダー付きです。自分を撮るのもいいんですけども、周り、自分の、後ろの風景を撮りたいときに、どうしても手撮影するとやっぱり、ブレるじゃないですか。ブレたりだとか、あの範囲が狭いんですよねわかりますよね。でもこの自撮り棒があると幅広く風景を撮影できたりだとか、動画撮影もできるので、すごくありがたいです。ゆたかさん、ありがとうございます。撮影するときにちょくちょく使わせていただきます。ありがとうございます。次にこちらです。じゃじゃーん。こちらはグッチの、開けます。開けると中には、はい、なんと素敵な素敵な、グッチのマークがついたシルバーの、ブレスレットをいただきました。嬉しい。どうだろう、ちょっとはめてみます。昨日ちょっと宝くじの時につけてたんですけどもめちゃめちゃ気に入りました。こんな感じです。いかがですかシンプルでいいですよね。シンプルイズベストですねはい、こちらも大切に使わせていただきます。ゆたかさん、ありがとうございます。おー、すごい、すごい。これは何より、じゃじゃん、ディズニーキャラクターブックスタイル貯金箱です。かわいい、すごいですね。こんな感じですね。丸いくぼみのところに500円玉を貯金する本なんですけども、で貯金もね、このディズニーのおかげで楽しくなりそう。で、ページをめくると、この左側にディズニーキャラクターのプロフィールだとか歴史が書かれてあるそうですね。まだまだ知らないディズニーキャラクターもあるので、これを、ちょっと活用しながらディズニー勉強したいと思います楽しみながら10万円貯めてみたいと思います頑張ります。ありがとうございます。こちらの5点をご紹介します。はい、すべて芸名ロペさんからいただいたプレゼントです。まずメッセージから。登録者12万人達成記念、なんだろうはい、で次に、ギフトをお楽しみください、はい、はい、あとはいつものやつねって書いてあります。いつものやつ、なんだろうはい、で最後にこの大きい、はい、ギフトお楽しみください。では、すべて開封します。じゃじゃーん。はい、こちらは、ティッシュです、もうちょっとでティッシュなくなるとこだったのですごく嬉しいですこちらは以前動画でもご紹介しましたよね。ね、至高の極みです。これぞ日本の息ですよ。箱のデザインもすごく凝っていて、で、このティッシュ優れものですごくしっとりしてるんですが、2枚組ではなくて4枚組なんですよね。まあそちらは動画で紹介してるので、気になる方はそちらの動画を見てくださいユーはすごくリピートしたい商品ですね。お花噛む時もしっとりしてて優しいんですよ、素材がおすすめです、こちらのティッシュで。あとはこれはポケットティッシュですね。ポケットティッシュバージョンもあるんですよ。
ねえすごいですね、金色に輝くポケットティッシュですね。え、めっちゃ目立つな持ってたら嬉しいです、ありがとうございます。え、使わせていただきます。こちらです、じゃじゃーん。これは結構ユウは愛用してますね。贅沢ジュレのシートマスクです。ユウの肌って乾燥肌で敏感肌なので、そう、合う合わないがね結構あるんですよ。なんですけども、これはユウにとって一押しですね。そう、シートにたっぷり、ジュレが入ってるんですよね。そのおかげでそれだけでもいいぐらい肌がしっとりするんですよね。めっちゃいいですこれで、5回分使えるのでね、嬉しいです、ありがとうございます。こちらも、今日から使わせていただきます。はい、じゃじゃん。こちらはグッチの香水です。箱からしておしゃれですねで、グッチの香水はどの香りもユウは好きなのですごく嬉しいです。おー、すごーい。え、な、すごいですね黄金に輝く香水です。すごいんですけど、この香水は初めて見たかも、ユウ。あー、はい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 、好きですねこの香りも使い終わってもインテリアとして飾っておきたいと思います。え、こちらもちょくちょく使わせていただきます。ゲメロペさん、ありがとうございます、嬉しいです。で、次にこちらです、じゃじゃーん。これも嬉しい、チョコラ BB ライト2ですこれには結構お世話になってますねいや、普段仕事で疲れた時にも飲んでますし、海外に行った時も必ず持って行ってますこちら、活用させていただきます、ありがとうございます。はい、じゃじゃーん。お、なんか見たことがあるキャラクターですね。これはアマゾンのキャラクターですよね。で、こちらなんですが、 手とか口を拭けるウェットシートをいただきました。はい、こんな感じでこれが、4袋あります。なので 1,2,3,4,5 20個入りの、ウェットシートをいただきました、すごい嬉しいですね。こういうのは本当にいつ何時起こるかわからないので、こういうウェットシートとかは、余分に持っていた方がいいんですが、日常でも、使うことが多いのですごくありがたいです。で、あと1個しかなかったのでタイムリーすぎます、早速使わせていただきます、ありがとうございます。じゃじゃーん。東京ディズニーリゾートの30周年を記念して送る永久保存版。へえ、何これ。東京ディズニーリゾートザベストコンプリートボックスノーカット版だそうです。面白そう。全国の、全国のパークファンが選んだ大人気のショーやパレードをすべてノーカットで収録した究極のベスト版になってるそうです。すごい。こんな感じで春夏秋冬、それぞれ式に合わせたショーとかパレードが収録してあるそうなので、見るの楽しみです最近全然ディズニーリゾートには行けてないので、これを見てちょっとディズニーの雰囲気を味わいたいと思います。ありがとうございます重宝したいと思います。こちらはジョンマスターのリップクリームです。はい、オーガニックのリップクリームになっていて、以前もいただいたリップクリームなんですけども、めちゃくちゃめっちゃいいんですよ。これ塗っただけで、長時間潤ってくれるので、リップは本当ユウにとって必需品です。このリップクリームはおすすめです、ありがとうございます。大切に使わせていただきます。こちらです、じゃじゃーん。これなんですけども、資生堂の白という、ジェル状美白化粧水です。白シリーズなんですが、13年連続売上ナンバーワンだそうです。この化粧水、何がすごいのかって、乾燥しがちな肌のために、これ一つでみずみずしさと保湿効果美白効果のすべてを肌にもたらしてくれるそうなんですよ。メラニンの育成を抑えて、シミ、そばかすを防ぎながら、潤いが角層深くまで浸透して
くれる。そうなんですよね。透明感のあるしっとりとした肌が持続します。ユーのこの乾燥肌、敏感肌にはすごく嬉しい、スキンケア商品になってます。こういうスキンケアにはちゃんと投資したいなと思っているので、すごく嬉しいです。今日から使わせていただきます。ありがとうございます。このプレゼントも日々の励みになっているので、すごく嬉しいです。では以上、リスナーさんからいただいたプレゼントをご紹介させていただきました。終わります。バイバーイ。